マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはいかがですか？痩せたいけれども見た目がげっそりして老けて見えるダイエットなんて嫌って思いませんか？そこでこの動画では綺麗になって痩せる方法がわかるんです。もしあなたが見た目も若々しく健康的で綺麗に痩せていきたいなとお望みであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。女性におすすめ綺麗痩せするお茶についてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントは何でしょうか。2つ目、女性におすすめの綺麗痩せするお茶について詳しくお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。この痩せるお茶のポイントを具体的にお伝えしていきたいと思います。このお茶を飲まれますと、まずあなたの腸内環境が整います。その結果、まあ、お腹すっきり便秘解消ということで、余計なね老廃物がもうどんどん流れてくれて、血液がきれいになって、そこからやはり細胞ができますから、もう体の内側から美肌ができるわけです。また血流を上げてくれますから、そのできたきれいな血液がこう全身サラサラと巡ってくれるわけですよ。そうするともう細胞の隅々まで酸素や栄養が届きますから、ますますアンチエイジング綺麗になれるわけですよね。そして女性にとっては特に嬉しいです。鉄分がね豊富なんですよね。いかがですか？なんか毎日ねレバー食べましょうなんて言われたって、ちょっとこう無理って思いません？私もちょっとね無理です。でもやっぱりね、鉄分不足の女性すごく多い。やはり私たちはねやっぱり生理があったりとか、なかなか食べ物でね鉄分入ったもの取れないと思うんですよ。その時にこのお茶を飲むだけでしっかりと鉄分吸収できますから、ぜひね鉄分不足解消にも役立てていただきたいなと思います。そしてノンカロリーでノンカフェインなんですね。ですからやはり腸にも優しいノンカフェインですし、まあ、妊婦さんであったりですね、ダイエッターにはもうノンカロリーなんて最高のお茶だと思いませんか？では2つ目の項目です。一体そんなねダイエット、特に女性に嬉しいお茶って何でしょうか、ということで今回選んだのはこちらです。はい、お店はですね無印良品さんで選びました。穀物のお茶、国産トウモロコシ茶です。まあコーン茶ですよね。でこちらですね、嬉しいのが国産なんですよ皆さん。甘く香ばしい北海道産のトウモロコシの風味を楽しめるお茶です。そしてねじっくりと、まあ、煎ってくださってるからね、香ばしさがすごく出てるんですよね。でしかもお伝えしたノンカフェインということ でこちら1袋あたりがですね 28g 入ってます。 2.8g のティーパークが10袋入ってます。でここに美味しい入れ方ということで、お湯の適量がね、まあ、1つのティーパックに対して 100ml ってなってますが、結構ネットで作りますとねかなり出ますから、私はねこの倍の 200ml、まあ、コップ1杯程度、1カップですね、あの量でもね十分美味しいなって思います。でお隣ね韓国の方はこれは、まあ、日本でいうと麦茶みたいな感覚で、まあ、よく飲むと聞いてますよね。で韓国の方お肌も綺麗ですよね、まあ、なるほど納得と思います。でしてただこれねやっぱり痩せる飲み方ってあるんですよ皆さん。ですから今からねそのさらに痩せ効果を上げるためのこのトウモロコシ茶の飲み方と注意点についてお伝えしていきたいと思います。ではここからワンポイントレッスンです。痩せる飲み方と注意点ですね。まずはお茶はホットでお願いします。これはなぜかというと、冷たくね例えば作ったと冷蔵庫で冷やす、そこにまた氷をガンガン入れてゴクゴクみたいなね、こういった方結構いらっしゃるんですが、やめましょう。なぜかというと太ります。お腹を冷やす、まあ、イコール腸を冷やすということはですね、腸が動かなくなります。で自律神経のバランスも崩れてしまいますから、結果代謝が落ちてですね、まあ、どんどんダイエットや美容にいいと思って飲んでるにもかかわらず太っちゃうわけですよ、それだけでね。ですから痩せるためにはホットです。必ずホットで飲んでください。でただねこのトウモロコシ茶、
いくらダイエットに良いとはいえ飲みすぎてはいけませんよ。1日あたりもう大体 1,2 杯程度で十分ですから、飲みすぎには注意してください。そして特にですね、お仕事中であったりとかお出かけしている時、そういった時にですね、大量飲んでしまいますと、実はこのね、トウモロコシってものすごく利尿作用、要はこうおトイレが近くなっちゃうんですよね。ですからちょっと出先とかね、そういった外出する時は飲み方には注意されませんと、しょっちゅうおトイレ探すのってなんか落ち着かないですよね。なのでこちらのお茶はちょっとそういったね、トイレが近くなる作用が非常に強い、逆に言うとね、こうどんどん老廃物出してくれていいんですけれども、ちょっとね、外出時ではお気をつけていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のポイントは、痩せたいけれどもやっぱりね、綺麗に痩せたいですよね。その時に必要な成分がギュッと入っているのがこの国産のトウモロコシ茶でした。でポイントはこの国産であったり無添加です。農薬たっぷりの遺伝子組み換えのトウモロコシなんか飲んでも逆に悪いっていうのはもうあなただったらお分かりですよね。そうなんです。まずは健康体でないと痩せませんから、やはりこういったお茶選びもそういった良質なものを選んでください。その時にやっぱりこのね、無印良品さんで見つけたトウモロコシ茶はおすすめなので、ぜひお近くにありましたら選んでみてくださいね。でまたネットでも購入できると思いますので、近くにないという方もね、大丈夫じゃないかなと思いますし、またメーカー問わず今お伝えした無添加で国産でね、できれば有機栽培とか無農薬、こういったのがクリアできていれば大丈夫ですから、ぜひお近くで探してみてください。この動画の内容は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。